突っ込んでくるぞ。四連スネークヘアピンに。あんなあっけなく消えるラインか。え、消えるライン、前走者の視界から見えなくなるラインだ。見た目には普通にインをついただけに見えるが、サーキットのレースでもよく使われる高等技術の追い抜きなんだ。バックミラーの死角をついて最短距離をカットしながら相手のラインへと滑り込んでいく。プロ同士でもうまく決まれば絶対に防げないタイミングってのがあるらしいからな。あっけないぐらいに見事だったな。